こんにちは、僕たちは韓国人バンド PRG でーす。今日一緒に勉強したいと思った曲はミセスグリーンアップルのソランジ。あなたに会いたくて生まれてきたんだよ。今伝えたいんだよ。私はただ私はまだ これから一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。簡単な説明です。名前はミセスクリーンアップル。2013年から活動しました。事務所はユニバーシャルミュージックと、レーブルは EMI レコードです。この曲は約3年半ぶりとなるシングル CD の表題曲で、映画ラーゲリより愛を込めての主題歌になります。新年と未来への祈りに満ちた楽曲ソランジは、家族と仲間を思う愛情や希望を抱き続けた主人公山本の生き様に深く重なる曲になります。それで1回はこの曲とこの曲の MV を楽しんで、2回は映画と一緒に見ながら楽しんでください。では行くわよ。あなたに会いたくて、앞에다 그냥 다 압축시켜놓고 나 한번 보여주는 것 같아요. 굉장한 곡이라는 뒤에 이제 조용해지니까꼭 영화 같지 않아? 영화 시작할 때 딱 오프닝 곡이 항상 웅장하잖아. 뭔가 점점 강림하는 느낌으로. 아, 나 이 기타 소리 너무 좋더라. 저기 프랄로랑 재즈 할 때 쓰는 기타인데 되게 성스럽더라고요. 이미 장소가 금요일 날 같은 데 나 가사 내용도 인간성에 대한그런거를표현하다보니까아무래도이쪽으로가는것같아요. 앨범자켓도약간성경적인의미도있더라고요. 약간그일본에서는이제교회가적으니까되게그성경이나그리스도이런쪽을문화로서이해하는것같아요. 문화로서이렇게 MV 같은데아니면뭐영화같은데도많이나오고사실그교회를안다녔는데결혼할때교회가서결혼식을한것같고약간그런문화같아요. 진짜그서양의어떤하나의문화로서이해하는거들으면서생각한건데악기가지금까지안나왔었잖아요근데빈공간이안느껴졌다는게엄청치밀하게계산돼서만들어진거라피아노한스트링많은데기타한스트링거의없어요기타도이렇게까지치밀하게하기힘들거든요진짜기타가지그러면안치는데도하나하나바뀌었나요음악이계속바뀌어음악이바뀔때마다빛이싹들어오는거예요약간아니근데머리스타일만바뀌었는데나는좀딴생각이났어저처음에그랬어요그치대역을썼나이생각했어아담과이브아애플아담과아담과진짜가사하나하나보면진짜시같이이렇게써마지막줄에와레라와도도이그가사가진짜그게그한줄에제일압축해놓지않았나라는생각을했지애들이원래그미스그린발라드한번질러주는데처음부터끝까지이렇게선생님그러니까원래몸되게어마어마하시잖아근데이게가성으로하는거다뭐올리려면올릴텐데더성스럽게부르시려고해서더부르는것같아이게잘들어보면아는데샘플드라마고생드라마고섞여있거든요근데진짜아무도위화감못느낀다하이어도저희어떻게보면성가대곡이랑도잘어울린다승천하시네가사내용에이미작은희망이있어서살아간다이뭔가승천하는느낌이들어바이올린도승천해버려진짜이거보고영화보면어떨까멋있다
종교가 있다고 하면 다 믿을 것 같은데. 미래에 제가 지금을 저한테 뭔가 이야기를 해주는 그런 느낌이 계속 들었어요. 마지막에 또 이분 무슨 다른 음악처럼 들어오면서 메시지를 정확하게 다 전해주려고 했다. 진짜 영화랑 같이 보면 되게 감동적일 것 같아요. 되게 좋은 것 같아요. 미스 그린 발라드에서 마지막에 나오는 멜로디. 사실 진짜 하고 싶었던 말을 거기 담는 것 같거든요. 가사적으로도. 途中歌詞によくぞここまで来れましたねっていう歌詞があるんですけど、それが本当に未来の自分が今の自分に頑張ったねっていう言ってくれる感じがしてて、なんかギュッときました。最後の無駄がないほど私たちは大事だとなんか言うんですけど、それが一番メッセージじゃないかなって、なんか本当に一人一人全部大事なので、自分のことを大事にしてて、なんか生きていきましょうの、なんか本当にいいメッセージでした。ミスグリのバラードで出てくる最後に盛り上がって、地声で高いところまで上げるとかがなくて、本当に、まあ、安全に曲を出すんじゃなくて、どんどん発展して脱皮して出してるなっていうのを分かりました。もう映画の作品を見た感じになりまして、次の映画が12月に公開されるんですけど、あの映画も見たくなりまして、もうこの曲とこの曲の MV だけで癒されたし、なんか宗教みたいになりました。このバイブルのことをこんなに音楽でも伝われるんだっていう意味で、本当にいい説教を聞いた感じがする曲でした。今回もたくさんの勉強になりました。これからも一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。今週も見てくれてありがとうございます。